エリックス・ベントゥールは、エストニアの作曲家。エルキズス・ベントゥール、エルキス・ベンティールとも表記される。エストニアのヒー・ウマー・ジマカルトラに生まれた。1976年から1980年にかけて、タリン音楽学校で、フルートと打楽器を、1980年から1984年にかけて、タリン音楽アカデミーで、ヤーン・ラーツから作曲を、 また個人的にレポースメラからも学ぶ。その一方で1979年から1984年にかけてインスプというロックグループを率いて活動。瞬く間にエストニアの人気バンドの一つになる。トゥールは作曲に専念するためインスプを脱退。ペレストロイカの到来ですぐさま西側の聴衆に注目される。 ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団、ヒリアード・アンサンブル、ストックホルム・サクソフォー・ン・四重奏団、ーン、バーミンガム・市コー楽団などが彼に作曲を移植した。1991年と1996年のエストニア文化賞を受賞。作風はプログレッシブロック、特にキング・クリムゾン、フランク・ザッパ、イエス、ジェネシス等に影響を強く受けている。 ミニマリズム、スペクトル分析、直線対法、十二音技法、音響作曲法等を好み、こちらも強く影響を受けている。ありがとうございます。